思い出したくもない事件か。キドハイド、噂によれば小さな、まあそうでもしない。見ての通り、およさきの、おい、お顔ゆるゆるすさま、あのものに何よ。あ、残念な、こんあたしファーストクローズリバイド、ちょまじやっよかぜおったかよやっとかっ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 タスクエラー倍率再蘇生、セカンドクローズリバイド、カゼットレイヤー、やっ衝撃がなくなる、リカバリー舞い上がる、走れ再開しチッチッ、ヘッドメヘッチッ、オラッドルッドメ、危ない、走れよポスタカハマレジチッチッ、急速レイヤー、危ない、カゼットチッチッ、音がなくなる、打ち切る、危ない、走れよチッチッ、音がなくなる、もしもし、あたしだけど。当たらない当たらない、そんなんじゃ手短に終わらせるか。あたしの力見せてあげるわ。ファーストクローズリバイド、走れ、走れ、舞い上がる、今のは風立ち、よっ、ドン、今のは惜しかったな、舞い上がる、風立ち、ドン、まくした、やっはった、やっはった、風立ち、やっ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 、ドン、風、ほっ、ち、ん、ほっ、やっ、風、ほっ、よっ、よっ、チャンス、ドン、よっ、ドン、パワー、よし、それでは、飛んでけ、まくした、やっ、高く、詰め、よっ、やっ、よっ、と、と、高く、やっ、詰め、よっ、よっ、舞い上がる、風よ、そっち、かー、今のは惜しかった、飛んでけ、まくした、もっとよりやるじゃねえか、よし、ウィン、なんじゃ、弟だぜ、セカンドクローズ、リバイド、この子、こん夜更けに子供が一人で、な、な、う、あ、よ、う、年頃とかか、いや、だ、い、ファーストクローズリバイド、風、あ、なかなかよ、よ、風、そっち、なめ、舞い上がる、あ、そいや、いい打ち込みだ、風、ね、あ、あれ、無人、いだよ。よっ、風、よっ、あー、な
セカンドクローンズリバイバル。全然走れ、舐めるな、舐めるな、エゴアヒン、食べれ、ペイト、ゲツリン、全然よっか、嘘を、とどめ、左、舞い上がる、爪が舞い上がる、よっかぜ、今、よっ、あった、危ない、そこだ、よっ、その力、試させてもらう。やる気なのね。ファーストクローズ、リバイド。おい。セカンドクローズリバイド。走れ、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 セカンドクローンリバイド。カセ。おい。おお。おお。交流。いや見せる。おお。えい。ラン。全身。交流。全身。
な、め、の、え、ど、う、い。ファーストクローズ、リバイド。はしゃがれな！かっこ、耐えてみせい！セカンドクローズ、リバイド。わかるわ。あんたもきっとあの男に。あたしの力見せてあげるわ。年季の違いを。ファーストクローズ、リバイド。走れ！パッチ！やっやっやっ爪が甘い甘い。やっやりますね。ウィンズ、何一度花を持たせましょう。セカンドクローズ、リバイド。甘いやん。やりません。行きます。ウィンズ、ナンス。もしもし、私だけど。当たらない。私の力見せてあげるわ。ファーストクローズ、リバイド。左、風、こっちだ。風、貫く。セカンドクローズ、リバイド。Yeah!
れるか。次は行かせないから。サードクローズリバイド。そっち、うわなんで？私の姿ちゃんと見えてる？あ、そ、え？な、ダンベタ、さ、あ、あ、ファーストクローズ、リバイド。走れ！あ、行く！行きなさい、行きなさい。セカンドクローズリバイド。行くわ。カセッカ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 強くしない。行くわ。ほい。そっちは。ほっ。やっ。やっ。一戦。無駄。どうぞ行きなさい。そっち。よし。ほっ。逃がさ。一戦。もったいな。ほっ。逃げる。無駄なら逃げる。ブレイクダウン。早速伝えなきゃ。ウィンナー。お、ナンセ。あー、もしもし？私だけど。お姉さん、口ほどにもないのね。パラドクスが。あ、なんだ。きだ。は、ち、ち。い。既読。あ、は。う、そうだ。なんだよ、この残。ゆら。ファーストクローズ、ディバイド。どう？おなか。ザンそら切るのらそら行けはめろよっおっえなぁ身が貫く走れぞ誰よそねっおっかやっグレイダーはっおっかみちょっちおっおっうるさまだだちょめいっぽんやっやっやっせっせやよっとかせちゃやさねえまだだグレイはっやっおっえなぁちょめおっかぁウィンナー、何見てねえぞこんなの。セカンドクローズリバイド。舞い上がれ走れ左走れちょっそれ左ふっ全然ふっ風
クローンリバイド走れ全然よ冗談じゃねえ捕まってたまっかアバよこら待て卑怯者逃げるなっなんて逃げ足の速さなのよもうその辺でやめておけハイドがその若さに任せてすまないことをしたあいつといた女の子何よインバースの体ん？ま、私は既読を最初から信じてましたよ深刻なヒューマンエラーを解決途中からそのように推測していました何よあいつのせいで虚無ってのに噛まれてこんな変な能力を持った体にされたんだよ責任取って元に戻すのが筋ってもんでしょうがそういうことかとんだ茶番だったというわけだだったらなおさらだなハイドをどうしたところでお前の体がすぐに戻ることはないそれくらいお前にも分かっているのだろうそりゃ少しはけどそれじゃあ私の気が何うまく付き合えばこの体も便利なものだよ人を超えた頂上なる身日の光の下を出歩けないこともないしあなたがこうして生まれたのも何かの定めでしょう義胆への覚醒は生まれながらの素養遅かれ早かれ虚無に狙われ食われる運命であったはず加えるなら時と共に力を失い人としての性を取り戻す者も多いと聞きますウィンドミルよその日が来るまでの辛抱とするわけにはいきませんかま、そういうわけだ今夜は楽しかったが今日もそがれた私は帰らせてもらうよ降臨のお前もおとなしく帰ることだなハイドとその娘の関係を随分気にしていたようだが何気にすることなどないな、私は別に既読とそのこととこのこのかかと疑ったりはしてません何よなんか変な想像されてるみたいでムカつくんですけどあの子の言う通りいくらあいつを殴ったところで私の体と心の傷は元にも戻らないキドハイドまあこの体が治る方法が見つかるまでなら生かしておいてやっても別に優しさとかそんなんじゃないだからね私が元の体に戻るためにしっかり働いてもらうんだからゲームオーバー。